赤月中学校、高等学校は、三重県四日市市歌謡町にある私立中学校、高等学校。中高一貫教育を行う6年生と、高等学校のみの3年生の2つの部からなる。6年生では、高校1から3年生は中学校から連続して、4から6年生と呼ばれている。以下の記述はそれに従う。設置者は、学校法人、赤月学園。 中学、高校は学園設立当初から存在したが、現在のように中高一貫教育の6年生と高等学校のみの3年生の二部体制になったのは1983年である。3年生校長は高等学校校長が、6年生校長は中学校校長が担当する。中、高校舎は赤月学園本部と同じ敷地内にあるが、赤月幼稚園。 赤月小学校は、富津原周辺、四日市大学は別の場所に存在する。また、火曜上跡地に建てられたため、高台に位置し、南西部に住宅地が広がる。赤月大南方には、四日市大学の校舎がある。6年生では、2010年度より1年次から、アドバンストコース、スーパーアドバンストコースの2コース制が導入された。アドバンストコースでは、 国公立大学や南韓私立大学への進学が念頭に置かれ、スーパーアドバンストコースでは国公立大学医学部、南韓国立大学への進学が目標に据えられている。なお、2018年度からアドバンストコースはサイエンスグローバルコースに変わり、学園側は英語、理数教育の充実を掲げているが、本質は元と同じである。令和2年度からは、 A.O. 入試がなくなり、S.G.C. コースもなくなる。A. 修実科と B. 修実科に分かれ、A. 修は土曜授業がある。男女ともブレザーだが、女子制服の上着は、合わせの部分が斜めにカットされている点が特徴的である。6年生と3年生とで、ネクタイやリボン、スカートの色などに相違がある。三重県の地元情報誌、月刊クジラでは、 同県制服人気ランキングで2位となったことがある。中学生はほとんどの生徒が所属し活動している。高校生の部活の大部分は6年生、3年生の生徒が一緒に活動をしている。印がつくのは3年生のみに置かれているクラブである。駅伝部は兼任が可能で大会前に募集される。音楽部合唱部は2007年に 岩手県で行われた全日本合唱コンクール全国大会に出場した。自転車競技部は平成26年度高校総体総合4位、チームスプリント2位、競輪3位、1km タイムトライアル4位、他にも全国で多数入賞している。遠足若月学園前駅と歩約15分。駅から学校までの道のりには急な坂道がある。 ありがとうございます。